山田隆乃、しばやと、岩本、しばやだ。まあ人間がなんかやべえなっていうことが起こった時に、冷や汗かいたわーっていう表現があると思うんですよ。はい、漫画とかでもなんか怪獣とか見てて、うらここで固定だっていう時に、とんでもねえ線の汗をね、こう、バカみたいに書いてるわけ。ひらがなの詩みたいなね。でもあれって実は漫画の世界だけで、もう現実世界ではもうただの比喩表現でしかないんじゃないかなと。即座にこういう感じにはならない。ならーわね。なんか僕思ったんですよね、その緊張感だけで汗をかくなんてことはねえんじゃねえかと。でこの4人は冷や汗はかくと思ってる。書いたことあるの？うん。でも僕は書いたことないんですよ。これはないと思ってる。でもなんかこの4人は任せてやるよって言ってきたんですよね。うん、いやもうそれはやれるもんならやってみろよっていう感じでこの動画を撮り始めてます。なるほど、うん、どんなことでもされていいよと現地をください。冷や汗が大事だね。そういう状況だって欠損、脂肪などなければはい、五体満足なら大丈夫です。あはいはい、わかりました。あー怖い、ちょっと待って、急に怖い。なんかこの現地行っちゃった、うん、脱がしなさい、この上の服を。はい、やだな、この感じ。では読み上げます。被告人柴田雄介、あなたは電車内において女子にエッチなことをするという AV を見た罪によって死刑に処します。え、死刑？これひざまずいて、ひざ打ちして。ああ、え、何？お前のギロチン台に入ってる。これを上から入れて、こうや。斬首。ああ、やばい。最後に話したい人とかいますか？教会士の方とか呼びましょうか。嫁子供にありがとうと、今までありがとうと。なんかじゃあ DM とかで伝えとくわ。雑魚軽め。行くぜ。こ、あ、ちょ、3、2、1。さあ、しばりさん、今冷や汗をして書いてますか、書いてませんか。ワキチェック、ワキチェック、ワキ、はい、さあ、どうだ。あら、書いてない、書いていない、すごい。やはりこの程度ではしばりさん、ビビらなかったということで。斬首じゃ大丈夫かな。さすがに殺しはしないんじゃないかなっていうのは分かってたんで。そうね。でもしばりさん、今回ね、1、2、3、4番目じゃないですか。しばりさんをビビらせる方法をいろいろ思いつきすぎちゃって、1、2、3、4じゃなくて3、4、5、6になってますので。3スタートだね、3スタートだね。これ実はマジック用品みたいな、はい、そう、切れないようになってるんですけど、これでは大丈夫だったよということだと思って。なるほどね、すごいこれ。じゃあ次4番手いきましょうか。とりあえずこれはね、この場ではできませんので、うん、またちょっと日を改めさせて、後日やりますんでね。やだよ、今日やってくるよ。2番手、私にございます。はい、ここはですね、相模湖リゾートプレジャーフォレストという場所でございます。はい、今からね、あのリフトに乗ってちょっと上の方に行きましょう。なんで？ん？リフトなんて乗ったらね、やだ、ヒヤヒヤしちゃうことだよね。下がりたい、下がりたい。さあ、到着いたしました。無理かもしれない。え？いや、これやん、これやん。まあ、そうですね、これだ、これでしょ。今回の目標は主にこれです。シンプルにスカスカの吊り橋でございますね。いやー、冷や汗感もすごいもん、吊り橋って。一番冷や汗っぽいもん。これを自分でこうやってカシャンってやって落ちないようにして歩いていく。え、待って、これさ、これやるのに埋まってる俺一番怖くない？めちゃくちゃ怖いんだけど。一番やばいよお前。今回ですね、絶叫吊り橋風天、こちらにやってまいりましたんでね。風天コース4つございます。初級風天、中級風天、上級風天。一点中級？うん、じゃあ絶叫風天いきましょう。バーカだね。もうやだ、行くか。あーあー、めっちゃ怖い。すごい、待って、じゃあ待って、これえぐい。すごい、ちょっと待って、ちょっとビビった顔してる。いや、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。待って、めっちゃ怖い。いやいや、ちょっと待って、怖すぎる、片手。しかも後ろ見ながら片手っておかしいって。これでいいの？しばり、手なしでいこう。え、無理だ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 、無理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 。確認だった、無理じゃないって、いいって。え、だって見て、ここ、俺、めっちゃでかい人気できてる。関係ないわ。まずそこ乗ってください。おー
あー揺れがすごい。あー揺らすな。なんでお前ビビってた、なんでお前ビビってねえの。一回さ手もうスンってやってみた。スンってダメだ、もう膝の皿が壊れる。え、待って、ほんとにバランス取った。揺らすなよ、歩いてるだけだっすよ。めっちゃ紅葉綺麗。おー、もうちょっと、もうちょっと。おーい、来たー。こっちが2個目のコースですね。何これ、何これ。背骨やん。橋と呼んでいいのかわからない感じ。じゃあ、ここで亮は、通天神殿に行ってもらえますかね。はい、お願いします。バキバキなんですけども。あー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 、もうなんだあいつ。なんだあいつ。気持ち悪いあいつ。あいつはもうダメだ。あー行きまーす。わあ、レベルがちげー、すごいことになってるわ。後ろ向き、えぐい。後ろ向き男がいるんだけど。くそ、あー無理。俺が許してよ、ほんとに。ダメダメダメ、許してください。手下ろしてください。出さない、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 出さない。バカじゃん。出さない、出さない、出さない、出さない。違う違う違う、時間すぎる、時間すぎる。じゃあ次はね、こちらのコースです。どれ、おかしいじゃんこれ。もうコースとは、え、待ってこれ、え、ちょ、え、あ、やばい、待ってこれ意味がわからないぞ、本当に。しばゆー、何すんの、何する、何すんの。すごい楽しみ。お猿の柴犬くんの手放し綱渡りのコーナーです。おーすごいすごい、あっ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 あ、やめろ。リアルな高さが伝わるね、これで。そしたら芝居のポッケコーナー。そのコーナー名やめろ。ゴーポッケ。すごいすごいすごい、かっこいいかっこいい。起きてる起きてる。待って待って待って、おお、うおー、すごい、いいじゃん。ちょっとあちらの VIP 会員様からのご要望がありましたので。マジでそういうタイプだよね、お手遊ぶ怪人の役員たち。本当に柴田くんのスピードポッケ、よーいスタート。おーあーおーあーあじゃあ一回脇、脇チェック。 T シャツ挟んでギュッと。あ、ない、すごいね。ないよ、なんでないの。落ちてみたいな感じで。そうそうそう、普通の道だと思って。じゃあ柴田くんのポッケハートくぐりお疲れバージョン。あ、柴田先輩お疲れ様です。お疲れ、お疲れ様です。あ、やってる、もうおしまいですか。予約してあるんでこっちです、柴田先輩。あ、どっち、今行こう、はい、居酒屋より予約してあるんでこっちです、柴田先輩。お疲れ様です、お疲れ、わー先輩。居酒屋より予約してあるんでこっちです、柴田先輩。お疲れ様です、お疲れ、わー先輩。てつやー、はい、ポッケ、俺、てつやポッケ、待って、助けて、死んじゃった、俺死んじゃった。はい、お疲れ様です。あーもう、じゃあ最後ここ絶叫風天コースラストコースですね。おー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 、あー危ない。ちょっと待って、揺らさないで、揺らさないで。すごい、もうポッケで普通に行けるようになってる、芝居がすごい。おーナイスー。あー、脇、脇チェック、ギュッ、どうだ。オーケー、オーケーなんですよ。最後のこの橋だけは普通になんかちょっと楽しんでたもん。普通に体温まってる、暑い。12月にだって半袖で平気でいるんだもん。さ
3人目5番手りょうです。はい、さあ顔を上げろ。あった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 富士急富士急ハイランド幸せテーマパークですよ。これは座よ。いや、2テーマパーク行くとはね、1日で意外と近いんでね、ワンパークで終わらされるでしょ。じゃあもうなんか入りますか。はい、すぐ行きましょう。やばい、楽しかったね。ご飯食べちゃって。撮影してなかったけど大丈夫。いや、あれは撮影いらないよ。ああ、 A じゃないかは撮影いらない。ということはあれでしょ、あれだったでしょ。いや、あれ想像も楽しかったけど、まあ、あれは楽しかったけど、冷や汗は別のアトラクションで撮られて。あ、別で、はい。まあ、ということでね、今から5番手のアトラクションに向かうと思います。はい、行きましょう。何、ね、この音、何この音は環境やばということで、今から君は一人で日本一怖いお化け屋敷に行ってもらいます。無理ー、絶対無理、やった、絶対に無理です。はい、はい、NG、 はい、NG 取れましたよね、現地。死なないことと、五体満足で帰ることでしたっけ。ここは熱気としたアトラクションなので、大丈夫です。なんか、多分40分ぐらいかかりますよね。嘘つけよ、なんでそんな設計したの。お世話になってんだって。どうしたの。ついてきてください。ごめん、それができない。自分の足で行くでしょ。そう、行けないの。もうだから滑車に 乗れたらいいよ。歩かなきゃいけないらしい。自分でなんか走り幅跳びこんなに飛べないみたいなことよ。何この音も。あ、え、富士急ハイライン CM だって。テレ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 。うわうわ怖い、うわ怖いぞ。これは怖い、これは怖いな。お化け屋敷のレベルじゃない。それダメだ。もう終わった。おい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 、いるんか。痛い痛い、うわー、注意事項だ、行かないと。注意事項を使いします。帰りましょうか。まだ、いやもうシャバいね、分かってる、始まってないんだ。分かってる、分かってる。一回ちょっと見に行かないと。で、俺をこういう放り込んでも無駄だよ。無駄じゃない、進めないんだ。無駄じゃない、まだだから始まってないんだって。進めないんだって。まだムーディー見る段階なんだから。え、マジでここで俺と哲也は終わる。聞いて聞いて聞いて、ご先生耐えてるでしょ。うわもうほんとに悔しい。ほんとに悔しいんだけど。いわゆるの戦慄迷宮ストリート旅、用意スタート。うわー、1、2、もうこの部屋出た瞬間にリタイアと見出して終了します。頑張れ。違う違う違う、ごめんごめん、でかいから、ごめん、頑張れ、でかいから、いってらっしゃい。はい、頑張って、頑張ります。リタイアー、びっくりした。あ、いやごめんなさい。終了。ごめんなさい。それでは4番手という名の6番手、虫眼鏡のターンでございます。はいはい、はい、もう私ね、他の皆さんと違って凝っておりません。非常にシンプルでございます。柴井さん、この動画を撮り始める時に確認したと思うんですけど、はい、この動画で理不尽な目にあっても構わないと言いましたよね。あ、すいません、はい、訂正がございます。何ですか。条件は死なないこと、うん、そして五体満足で返すこと、はい、この2点だったと思うんですけど、はい、もう1個追加されました。追加があったんだ。はい、ほうほう、あの怖いことダメらしいです。すいません、昨日リタイアにした。え、あの怖いことはダメなんだもん。怖いことダメ。はいはい、だって検証もう詰めまくってんじゃん。ほんとに無理だろ。まあでもね、今から僕が柴井さんの目の前に出すものは怖くはないと思います。じゃあ柴井さん、目を開けてください。せーの、パ。目の前に2つのボックスがあります。はい、片方のボックスには、はい、ふんどしが入っています。ちょっと今からですね、柴田さんにはどちらからのボックスに手を突っ込んでいただきます。そしてふんどしが入っていた場合、一ヶ月ふんどし生活をしていただきます。歴代ナンバーワンのクソ気象罰ゲームですよね。
そうです。クソ希少すぎない？二択でしょ？二択で何か大きなやつに負けたとかじゃないじゃん。ないよ、二分の一です。こんな理不尽なことないですよ。はい。いや、ええいや、二分の一だもんね。うん。どっちなんだろう。すごい。えうわすごい。俺もう戦慄迷宮より怨念を感じるわ。移動はベンチコートやってもいいんですよね。上着を一枚羽織るだけは OK らしいですね。あとリップです。でもそれで新幹線乗ったらダメでもいいですけど、まあ、変態になっちゃうもんね。そうね。やるしかない、やりますよ。さあ、じわじわしてんじゃないの。しっかり分け通したもんね。やりますよ。ちっちゃい箱と大きい箱があるんですよね。はい。まあ、大きい方を選んだら、いやしんぼめこの野郎は定番の流れ。ということは、こっちというのを逆に、こっちというのはむつさんがやってきそう。それを読むと、こっちなんだよね。安全だろう。決めました。お、こっちへ行きます。小さい方。じゃあ芝居さん、運動し1ヶ月生活どうぞ。なんもない。おお、ありがとう。いいの。すごい。おお、え、そっち入っちゃんと入ってますよ、こっちは。から。おお、マジじゃん。こえー、マジじゃん。柴井さん、じゃあ運動姿勢が高い人いる。あ、やった。あ、いいの。よかった。ありがとうございます。すいません、なんか期待してもらってたかもしれないけど。いや、もうリアルですよ、これは。大事なのはね、お聞かせが。そうですよ、出てるかどうかですよ。チェック。ない。ないですね。ないんだね。なるほど。バカにビビってたけど、俺は。ということは、柴井さんは本当に冷や汗を書くのか書かないのかわからないってことで分かりました。はい。本当に嫌なことができない、ね、全部やってたらね、書かないって言えたんですけど。そうね。わざわざ富士急まで行ってわからないという結果って持ち帰ってもう全部見て頑張ってんなと思って。面白サブちゃん取れたから。まあ結局巻き込まれて入った。あれおもろかったな。相手だったね。満足ですか。はい。冷や汗はやっぱり基本的には書かない。ただし戦慄迷宮は分からないということになりました。可能性があるのいいね。まあね、うん、いろんなこと検証してないと分からない。そう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 、はい、今回は死をかけてなかったからね、まあ、死とか欠損とかをかけてなかったから。まあ書かなかったんだけど、本当に死とか欠損とか開示みたいな状況になったらまだ分かんないっていうのはありますね。なんで皆さん、くれぐれも冷や汗をかかないように努力して生きていってください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。